今日はですね、こちらのこの植物ね、これをですね丸くカットしてみたいと思います。春になるとね、もうこうやってなんつうの、実がぐりっていうんですかね、こうなっちゃうんですよ形が。これを毎年この季節ね、春に丸く綺麗に、形を整えなければいけないんですね。それをちょっと今からやっていこうかと思います。こんな感じかな。はい、まあ、カナダのね夏は非常に短いです。ということでこの春はもっと短いわけでしてて、この短い春の期間にサクッとこれを丸く形を整えていきたいなと思います。今日使ってる、この機材っていうのかな、これも、両備の充電式のねバッテリーがあるんですね。こちらのこのタイプの、なんつうのこれ、カッターっていうのかな、なんていうのか分かんないですけどね、これ使ってます。はい、といった感じですね。1、2、3、4つやるだけでもうクタクタですわ。まあ綺麗になったかな。これ花咲くんですね。どんな花かっていうとあるかな。あ、もう全部買っちゃったかな。小さなね花が咲くんですね。なこれですね。こういうお花咲くんですね。これ可愛らしいお花です。まあでもとりあえず今日のガーデニング以上です。